アルタルでサクリフィシオスの位置。大々色は原古天気のフローラルパーク土器圏の広がり。アルタルでサクリフィシオスは、グアテマラ中部、パシオン川流域にある、マヤ遺跡である。雨季に増水によって、水面下になってしまうパシオン川の両岸を見下ろす、パシオン南岸の小高い丘に立地する。アルタルでサクリフィシオスの居住は、 マヤテイチサイコに属する先古典気中期の清掃から始まり古典気終末まで続く。アルタルデサクリーフィシオスの中核部は ABC の3つの建築グループで構成され400平方メートルを超える範囲に広がっている。アルタルデサクリーフィシオスの神殿内し建築物の特徴は通常基段の上に神殿が建てられた場合に見られる。 持ち送り式アーチの建物の痕跡が見られないということである。そのため、神殿本体は木造土壁かやぶきのような腐りやすい材質で建てられていたと考えられる。先古天気中期紅葉のアルタルでサクリフィシオスの意向配置概念図。必ずしも正確な大きさや厳密な位置を示さない。 先古天気候期前半のアルタルでサクリフィシオスの移行配置概念図。先古天気候期抜用のアルタルでサクリフィシオスの移行配置概念図。橙々色は建物の石材に赤色砂岩を用いていることを示す。古天気前期のアルタルでサクリフィシオスの移行配置概念図。橙々色は赤色砂岩を用いていることを示す。 古典気候期のアルタルでサクリフィシオスの移行配置概念図。グループ A の建物は大体の大きさを示し、建物の石材に石灰岩を用いているので色を塗らず白で示す。古典気候期のグループ A の創造図。古典気候期のアルタルでサクリフィシオスの移行配置概念図。古典気候期のグループ A の創造図。アルタルでサクリフィシオスは、 1883年にアルフレッド・モーズレイによって記録上初めて紹介された。モーズレイはヤシュチランの調査の基礎にパシオン川の川口付近で発見した遺跡について短い記録を残している。遺跡の大きさや位置、建造物、祭壇などの状況が一致することから、この遺跡がアルタルでサクリフィシオスであると考えられている。 テオベルト・マーラが1895年と1904年に、パシオン・川ウスマシンタ・川流域の探索を行い、1895年7月11日と1904年6月22日に、この遺跡を調査。巨大な円形の祭壇を発見し、アルタル・デ・サクリフィシオスと命名した。この祭壇は建造物 A、2プラットフォーム C 頂上に置かれた、祭壇1である。 1914年にシルブヌス・グリスボルド・モーリーが石碑や石彫りなどの金石学的な調査を行い石碑や石彫りに関する最初の報告書を1937年と1938年にかけて刊行した1959年から1964年にかけてレドヤード・スミスとゴードン・ウィリーによるハーバード大学の調査隊が一般調査と図下 発掘調査を行い、1969年から1973年にかけて、次々に分冊として報告書を刊行した。主なものは、リチャード・アダムスによる河原家に関するもの、スミスによる建造物など遺構に関するもの、ジョン・エー・エグラファムによる碑文に関するもの、ウィリーによる土器以外の遺物に関するものが挙げられる。石碑に刻まれた年代は、 石碑1号の9.10.00から始まり、771年の日付が刻まれた石碑15号で終わっている。石碑の一連の組み合わせは、アルタルでサクリフィシオスの王の代替わりを反映しており、古典紀前期の455年から524年までに三代の王がいて、グループ B の建造物を建てた。その後、 589年を示す年代まで中断している。この時即位した王は633年までその勢力を保った。この王の後は4代の王が直ちに王位を継承し、662年まで王朝が続いたことがわかっているが、その後は石碑が建てられているものの王位継承についてははっきりしていない。この時の王たちは、 グループ A の南側のプラザを囲む建物を建設した。石碑が建てられなくなったことによって、アルタルでサクリフィシオスの王朝が独立を失ったと考える研究者もいるが、旧世紀まで建造物が建てられ続け、遺跡が祭祀センターとして機能してきたことは分かっている。9.10、0.00が刻まれた石碑級以前は砂岩、サガン。 9.10、10.00 10. が刻まれた石碑4以降は石灰岩で作成されており石碑の材質と刻まれた長期歴の関係が指摘されている。砂岩の石碑は455年の石碑10から633年の石碑9まででグループ B かグループ A の南側プラザに位置する。石灰岩の石碑は643年の石碑。 4から771年の石碑15までで、すべてグループ A の北側プラザに位置する。祭壇1など長期歴が刻まれていないモニュメントも633年、以前の砂岩時代か、643年以降の石灰岩時代かに区分することができる。アルタルでサクリフィシオスで最も古い建造物群は、グループ B に集中している。グループ B の南側に位置する。 建造物 BI は、アルタルでサクリフィシオスで最も高い建物として知られ、高さ13メートルを測る。建造物 BI の最下層は、本来の地表に建てられた清掃の住居の基段であり、それを順次覆って、ピラミッドが築かれていることが、レイヤード・スミスとゴードン・ウィリーラーの発掘調査で明らかになった。最初のピラミッド様の建造物が建てられたのは、 先古天気中期後半の間も向き平行のサンフェリックス、章の後半であり、構築物 G と呼ばれる南北に2段ずつの階段の、ある低い建物であった。BI の北西には、B2 の構築物 F、BI に向かい合って、北側にある B3 には構築物 F と E が、作られた。その後、地下ネルキ平行のプランチャショーの前半に、BIG の基段を覆って、 ピラミッドが3回にわたって作られた。建造物 B2 は、サンフェリクスから、プランチャにかけての時期に構築物 D、さらにそれを追って構築物 C が建てられている。構築物 C に被せて構築物 B が建てられているが、これも石灰に貝殻を混ぜ込んだ壁や、土器の湿度状況から間接的に判断して、プランチャ省の後半頃と考えられる。 建造物 B3 もプランチャ賞の前半に、構築物 E を覆って、構築物 D が建てられ、その上を覆う構築物 C は、高さ3.6メートルに達する頂部を平坦に作る、ピラミッドで、プランチャ賞後半の異物を含む埋葬99号より、古いことが分かっている。構築物 C を覆う構築物 B は、プランチャ賞の最終末である。 建造物 BI も構築物 C が原古天気の前半、プランチャー,ショーの最終末に建設された。原古天気から古天気諸島のサリナスショーの時期に構築物 B、さらにそれを追って最終的なピラミッドである構築物 A が作られた。構築物 A の外装は赤い砂岩のブロックが積み重ねられた何段かの階段状の基段になっている。ウィリーは、 建造物 BI の外装ピラミッドである構築物 A は石碑10号に刻まれた455年に完成したと考える。建造物 BIA は石碑11号から13号までを伴っており、少なくとも石碑12号の9.4、10.0、0.0まで神殿として機能したと考えられる。ただし、小規模な儀式に用いられたと考えられる。 古典気候機のパシオン賞やボカ賞の異物も見られる。建造物 B2 と B3 もサリナス賞の時期にそれぞれ構築物 A が建設された。建造物 B2 は最終的に高さ6メートルに達し、建造物 B3 は高さ4.9メートルに達した。建造物 B4 は少なくとも2層の宮殿様の建物で内部に広間を持っている。 サンフェリクス商工班に建築活動が始まり、プランチャ賞の時期に東側に階段と祭壇が建設された。サリナス賞とアイン賞に最大規模の建物が以前の建物を覆って建設され、五個天気まで使用されていたと考えられる。グループ B の建物はいずれも外装を赤い砂岩で覆っている。グループ C はグループ B の南側にあって、 小規模のプラザを形成している。宮殿様の建造物である建造物 CI は、もともと基段だけで高さ6.5メートルほどの高さだったと考えられる。私屈調査を行ったところ、先古天気中期から後期に至る相意と器の変面が明らかになった。しかし、プランチャ賞の層が著しく破壊されており、元古天気から古天気前期の層が欠落していた。 使われた石材や工法はグループ B に似ており、先古天気は石灰と貝殻で突き固めていたピラミッドで、古天気では赤い砂岩を表面に用いていたことが分かっている。赤い砂岩はパシオン側の 1km 上流の路頭より切り出してきたことが判明している。アルタルでサクリフィシオスの西側にはグループ A があり、南北2つのプラザを持ち、その規模は グループ B とグループ C を合わせたよりも大きい。グループ A の建造物や石碑に使用されているのは、すべて石灰岩であり、6キロメートル上流の路頭より切り出されてきたものと考えられる。グループ A が建設されたのは、古典気候期の蓄添い及びパシオン省で石碑の、年代からおよそ600年から771年の時期にあたる。グループ A の建物は、 さらに古典紀終末の母歌唱、900年以降の、貧場唱に古典紀後期の建物を追って、建築活動が続く。建造物 AI は、アルタルデ・サクリフィシオスの北端に位置し、パシオン側の増水や、流路の変更などで、北側が一部破壊されているものの、複数の基段を持つ長さ30メートル、基段の高さ11メートルを超える建物である。 建造物 AI の建築活動が始まったのは、最も古い構築物の上層から検出された、最も新しい瓦家が、畜疎衣装のものであることから、古典期前期の週末から、古典気後期の初頭であると推察される。その上に構築物 E が被せるように建設された。構築物 E は、畜疎衣装から、パッシ,ション賞の初頭の時期で古典気後期初頭に、建設された。 さらに構築物 E に被せるように構築物 D がパシオニショーの前半に建設される。構築物 E の階段12号を覆うようにして、構築物 D の階段11号が検出された。構築物 E 及び D は赤い砂岩で建設されている。しかし間もなく、構築物 D は一部石灰岩で改造され、建造物 C として改築される。 構築物 C に被せて構築物 B が建設される。構築物 B の南側にある階段1号と壁86号の近くにある石碑4号と石碑5号に刻まれた年代はそれぞれ642年及び652年に相当する日付であった。構築物 B に被せて構築物 A が建てられた。共犯する河原家の年代からパシオン賞の後半から 母箇所までの時期に建設された。建造物 A2 は、グループ A の北側のプラザの西側に位置する長細い、基段である。A2 の建設活動が始まった年代は、共犯する河原家の資料が同定できないので、はっきりした年代は不明だが、赤い砂岩を建材として使用しているため、古典期前期週末から、古典期後期初頭に、A2 の北側部分に構築物 D が、 建設されたと考えられる。構築物 D を追って、石灰岩で作られた、構築物 C が建設された。構築物 C は、8段の階段上階段を持ち、東側に階段を6箇所持っている。上部に、プラットフォーム ADE と呼ばれる低い階段があり、プラットフォーム C に、祭壇1号が置かれているため、復元図では、すべてのプラットフォームに祭壇が置かれていたと、 推察している。南端部に三段の基段と階段を持つ建物を伴う。共犯する河原家からパシオン省の後半であり、構築物 B に伴って混流された、石碑7号の日付9.14、0.00を加減とする。階段5号に伴う、石碑1号が構築物 C に伴って混流されたと考えられ、 その日付は9.111.00.0である。構築物 C の南側の基段を覆って増築するようにして構築物 B が建設され、構築物 C の階段はそのまま使用された。南側の基段を覆って建てられた一段目の基段には、アルタルでサクリフィシオスで最も背の高かったと考えられる石碑7号が混流された。構築物 C を覆いつつ、 階段2号から5号を一部破壊して構築物 A が建てられた。階段1号の前には張り出した1段の低い基段であるプラットフォーム G が増築され、南端部には階段9を持つプラットフォーム H が作られた。階段2号と3号の間の位置に階段6号が建設された。構築物 A は5個天気前期の品場所の時期に破壊され、 石材が持ち去られたことが分かっている。A2 の体になっているのは、プラザの東側に築かれたやはり A2 同様に、長方形の宮殿様基団である、建造物 A3 である。建造物 A-3 は、古典期前期に構築物 D が赤い砂岩を用いて、建設された。構築物 C も構築物 D を覆って古典期前期に、建設された。 構築物 C を覆って、石灰岩の建物である構築物 B がパシオン章の後半古典機構機の中央に建設された。構築物 B は、西向きに3つの階段を持つ低い基段の上に、6段からなる基段で構成され、西向きに階段を持っている。本体の大きさは、おおむね30メートル23メートルほどで、上部からは、最段5号が確認されている。 やはり、パシオン省の後半に構築物 B を覆って、構築物 A が作られた。構築物 A は、幅28メートルくらいの階段を持つ低い基段の上に、幅50メートル弱、奥行き23メートル、6段の基段と西向きに2つの階段を持つ。上部には、祭壇が乗せられた低い基段があったと考えられる。なお、 建造物 A-3 の発掘調査を行った際には、高貴な女性の墓である埋葬96号が検出されたが、副葬品によるターベースの名で知られるカレンダーラウンドで754年にあたる日付が描かれた円筒形の深鉢が発見された。これが構築物 A の年代の決め手となっている。またこの時期には、 北側のプラザの南側に建造物 A-5 と名付けられた旧儀場が築かれている。一方、グループ A の南側のプラザは北側のように整然としていないが、いくつかの神殿基段に囲まれていることが地図から伺うことができる。7世紀前半の日付を示す石碑8号、9号、18号が混流されている。 アルタルでサクリフィシオスを支えてきた人々の住居の後である小規模の居住に用いられたマウンド群は大規模な神殿マウンド群の西側に広がっている。そのうち40基ほどが図化され、いくつかが私屈調査が行われている。時期的には先古典期から古典期にあたる時期のものでパシオン。 サリナス川流域の組織的な一般調査を行っていないためはっきりしたことは言えないが、かなりの広がりを持っていたと考えられる。主なマヤ遺跡の変年表、アルタルデ・サクリフィシオスの同期変年は、先古天気中期初頭の清掃から元古天気のサリナス省まで連続性を持っている。清掃の土器は、メソアメリカ最古と目されるグアテマラ太平洋岸のバラ省 おこす症の系譜を引きつつ、タバスコ州のチョンタルパ平原の先古天気前期の土器との類似性が指摘され、バラ、おこすを想起させる手コマ手などが代表的な機形として挙げられる。先古天気後期のブランチャ症の土器は、チカネルキの典型的な赤、黒、クリーム色のローのような光沢を持つことで知られる、単色土器や中高土器である。サリナス症の土器は、 チブサ型四足土器と、ニセウスルタンのシマモン様が施された土器で、続くアインショーまで、その連続性が残る。アインショーの後半に、円筒型三足土器が出現するなどようやく、ペテン地方の古典期前期の影響が明確になり始める。パシオンショーの土器が、ペテンの古典気後期の典型的な、テペウショーの土器で、鮮やかな絵や象形文字が描かれた。 サイモンドキが見られる時期である。代表的なものは、埋葬96号から検出された、オルターベースと呼ばれる、円筒形のドキで、しゃがんでいたり踊っていたりする人物が鮮やかな、色彩で描かれている。母歌唱のドキは、ファインペーストと呼ばれる聖地で焼成が良好で、焼き締まったドキが出土する。良質ないし生態度オレンジドキや、ファイングレーと呼ばれるもので、 はるか東方や北方からの影響によるものと考えられる。貧場賞になると、良質オレンジカワラケと同じ態度の土偶が圧倒的となり、メキシコ湾岸との関係をうかがわせる。ありがとうございます。